装飾は、中国語漢末期から三国時代にかけての人物。字は子立、義の皇族、予習敗国、県の出身。陳王に封じられ、送り名が思いであったことから、陳使王とも呼ばれる。唐の李白、徒歩以前における中国を代表する文学者として、姿勢の評価を受けた。最高ット七歩の際の語源。県安文学の三宗の一人。 曹操の逸尾で、聖母は、弁士。異母兄は、宗公、宗爵。同母兄は、宗妃、宗娼。同母弟は友、宗勇。妃は、妻子。子は、宗苗、宗子。娘は、宗近三子、宗行女。宗公、宗爵が宗生すると、懸案2年頃に、弁士が、正室に挙げられ、宗植は、宗宗の成着の三男となった。 幼い頃より死など、数十万ことをそらんじた。軍を抜いて文章に遺罪を放つ彼を怪しんだ。曹操は、誰かに代筆を頼んだのかと尋ねた。これに対し曹職は、こといずれば、論となり、筆を下せば、章をなす。古だまさに面試すべし。いかんぞ人に、千万やっと言い、曹操に特別懲愛された。検安十六年、平原公に封じられた。 装飾は霊法に肯定せず、カビを嫌い、酒をこよなく愛し、勝ッさと奔放さを合わせ持った天才肌の気公子であった。ただし少々それが行き過ぎてしまうこともあり、天使の専用通路を勝手に通ってしまい、曹操を激怒させてしまったこともあった。詩人としてのみならず、実際には、父の遠征に従って14歳から従軍し、右岸遠征、道館の戦い、 長路政党など数多くの戦役に従軍しており、兄たちと同じく戦場で青年時代を送っている。検案十九年には臨死校に転放された。この頃より死、負の才能がさらに高まり、さらに曹操の長愛が深くなった。同時に曹妃との後継争いが勃発した。曹植には、洋衆、低ただし、蝶、簡単厚し、洋俊、 公かつら、王、王、らが側近としてつき、葬秘には東葬の人がつくようになり、彼らよりもそれぞれの側近たちの権力闘争といった様相が強かったが、懸案22年に正式に葬秘が大使に指名されると、以降は葬職と側近者たちは厳しく迫害を受けることになった。検案十五年に葬僧が没すると側近が次々と中殺され、 起発2年には、暗号校に転法、同年のうちに、上校に再転法、起発3年にはさらに、陽求王、以後春儀王、再び、陽求王、東亜王、陳王と死去するまで各地を転々とさせられた。この間、皇族として、捨て淵を得るだけに飽き足らず、宗妃と宗英に対し幾度も政治的登用を訴える哀絶な文を建てまつっている。特に、 宋英の知性になると、親族間の交流を服することを訴える文章が増えた。宋英は、俗父の装飾を起用しようとしたが、残限で断念した。その後もうつうつとした日々を送り、大は6年11月28日、常に救急として喜びなく、ついに病を発して41歳で死去。この宋氏が後を継いだ。宋職は中国を代表する文学者として名高いが、 自分によって評価されることをむしろ軽んじていた節がある。側近の予習に送った手紙では、私は自分で名を残すことが立派だとは思えない。幼裕もそう言っているではないか。男子たる者は戦に従って武勲を上げ、民衆を慈しんで前世を敷き、社職に尽くしてこそ本望というものだと語っており、総期が文章は警告の大技にして、 普及の政治なりと主張しているのとは、好対賞である。装飾監視の死刑の一つである五今年は、五感の頃から次第に制作されるようになるが、それらは、無名の民衆や彼らに儀した文学者が、素朴な思いを歌った歌謡に過ぎなかった。しかし、五感末検案年間から、それまでの文学の主流であった、自負に代わり、装飾の父や兄、または、王さん、 劉美希羅の懸案七子によって、個人の考えや政治信条といった精神を歌うものとされるようになり、後世にわたって中国文学の主流となりうる体裁が整えられた。彼らより後に生まれた装飾は、そうした先人たちの成果を吸収し、その表現技法をさらに進化させた。装飾の詩風は同感あふれるスケールの大きい、表現が特徴的である。 歌われる内容も、落葉の気公子の男立てを歌う、メイト編や、勇敢な若武者の様子を歌う、白馬編のように勇壮かつ華麗なもの、友人との別離を読んだ、王子を送る二種や、網に囚われたズメを少年が救い出すという、野田公弱行、異母帝と共に、放置へ帰還することを妨害された時に歌った、白馬王氷に送る、晩年の放置を転々とさせられる境遇を歌った、 アーヘンなどのように悲壮感あふれるもの、奇遇、退山、両始め行など、庶民の喜びや悲しみに目を向けたものなど、先人よりも幅広く多様性に富んでいる。南朝張の小坂会は、詩品の中で、装飾の詩を最上位の上品に列し、その中でも、陳詩の文章におけるや、人輪の修行あるに、たとえうと最上級の賛辞を送っている。なお、総費から、 七歩歩く間に試作せよ、と命じられて読んだという逸話で有名な七歩氏は、現在新作としない見方が有力である。また彼の最高傑作とも言われる、抱く神の符は、総儀の日である、剣士への連合から作ったという説もあるが、疑わしい。参考までに、野田公弱行を役と共に下に記す。氏公王氏忠王さん、女 造帝だし、造長、造王さん、造白馬王表、上司、作風、七愛、画夫、楽神夫、九五引き、統計、白馬編、名都編、回路行、美女編、演友編、大山、両じめ行、万弱編、野田公弱業、祝図編、不平編、恩加去、アー編。ありがとうございます。